皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はですね、注目の新商品インプレッションということでかなり工具屋的な YouTube お届けしたいと思います。いきますよ、ね、はい誰のプレッシャー受けてやってんだ俺はい、いきますよ。じゃあまずね、ちょっとね、いろんなところからお問い合わせいただくですね、このロングのコンビネーションレンチね、なんとですね、ビビンとフルサイズでこう揃ってまいりましたのでご紹介したいと思います。こちらですね、なんと 25% 長く 47% 強力ということで、ロングコンビネーションっていうとね、ファクトリーギアのオールドファンの皆さん、ウーザックたくさん僕から買ったんじゃないかと思うんですけれどもその後なかなかね、ロングのコンビネーションなかったんですけども、まあハゼットの方で出していきました。長いねえ、遠見でこんだけ長さが違います。まあ 25% ってよく分かりませんけど、このぐらい長いわけですね。これによって 47% のトルクがかかりますよっていうことになってるんですけども、ちょっとね、注目していただきたいのはここね、刻印がへっこんでて出っ張ってますよね。でね、これね、わ、ドイツ工具らしくてかっこいいなーなんて思われると思うんですけども、実はこれね、機能的な意味もあるんですね。これね、ちょっと触ってみると分かると思うんですけども、よくドイツ工具は梨地だから滑らないって言うんですけど、ここね、やっぱね、ちょっと滑ります梨地でもじゃなくて、やっぱね、このね、刻印がね、指にしっかり当たってね、これ滑り止めの機能になってるということで、結構このね、ボコボコ刻印重要なんですね。で、長くなって力入れば入るほどこういうね、刻印がね、威力を発揮すると思いますんで、皆さんぜひちょっとこれ使ってみてください。これ結構私ほんと大好きなレンチの一つです、ハゼットのロングね。はい、ということで次はですね、こちらボン、カズイキニドルノーズレンチカジキって随分だなと、ドイツ工具でカジキって言ってカタログにカジキマグロがいるんですよ。カジキマグロがおかしいと、これドイツメーカーでなんでカジキって言うんだということで、まあ輸入発売元のですね、キーチ工具さんに聞いてみましたところですね、返答が来ましたはい、この商品が発売されるにあたり、日本で拡散するのに馴染みやすい相性をということで、ドイツ本国と相談の上、商品の特徴からカジキと決まりました。カジキは日本の愛称ですということで、海外に行ってカジキって言っても誰もわからないぞということでございます。まあでもね、キーチ工具さんさすがですね、ドイツ本国と相談の上と、どっかのお店は相談しないで勝手に名前つけられますからねカジキということで、最大の特徴は何かっていうとですね、独特の R で3点保持でワークが滑りませんということなんですけども、ここちょっと R になってるの分かりますかね。これね、板をですね、こう掴んだ時にこうグーって引っ張った時にね、やっぱりこう滑りやすいですよね。で、それを解決する手段としてこの3点保持が出てきました。で、どのぐらい滑れないんだということで、クリペックスさんからいただいたですね鼻毛眉毛フィニセット違う、まあいいや一応クリペックスって書いてあるからね。で、これでね、ちょっとこう掴んでみたんですね、こうね。いや、もうほん使ってください、すごい、これ本当にこれ本当やっぱ3点保持すごいですね。で、さらにもう1点ですね、生み出す変身ジョイントっていうことで、このね、この支点がですね、刃にすごい近い位置にあるんですね。これわずか 145mm しかないんですけども、切れ味抜群なんです。ちょっと切ってみましょう。これがあの電線ですけども、こんな感じね、まあ、これ当たり前だよって、ね、このぐらいの切れ味ね。で、導線どうだ、導線もう楽勝、笑っちゃうぜってぐらい、分かんない。じゃあ光線どうなんだって、切れねえだろ 145mm と思うきや、これ光線ほらスパッとこういくということで、まあ、繊細な作業から力強い作業ができるっていう、こちらのカジキ、これも入荷しておりますので、ぜひ、お店で見て触ってみてください。そして注目がこちらですね、はい、